旅立つ時だ、ソーマ。入ったからにはてっぺん取るんで、お上がりよ。塔月の頂点、そして日本の料理界に君臨するのはこの私、ナキリエリナよ。田所らしい料理を作りゃいいんだ。私らしい料理。第92期玉の世代。出会うことでしか料理人が前に進めない。取れよ、塔月十傑第一席。十傑第一席の座をかけてこの勝負受けるか、雪平相馬。素材の良さだけをひたすらに突き詰めて、ひたすらに研ぎ澄ます。それが司英氏の料理なんだ。俺に何で勝つつもりなのか。よかったら教えてくれる？新しい波が来てるんだぜ。そっちに乗る方がドキドキするもん。久しぶりだ、エリナ。お父様。この僕が新しい王です。セントラルに入らないか？本当に誇りある料理人ならば私についておいでなさい。十傑入りした葉山明だ。俺は頂きに手をかけたぞ。お前に負けてなきゃきっと今の俺にはなれなかった。お上がりよ。仲間たちは取り返すし、みんなを助けたいです。こうなったら皿で決着つけるしかねえよ。雪平君、連帯職撃だ。この俺がお前の兵隊になるとしてもか。いいでしょう。全力で相手をするよ。ファーストバウトの料理人が決定しました。そばで私に勝てると思わないで。俺にだってあるんすよ、積み上げてきた時間がね。連帯職撃セカンドバウトなんと絶対作ってやる。第一席を超える皿、職撃の相馬真の皿、2019年10月放送開始。十傑の席をかけた全面対決といかないっすか。